こんにちは、サックス奏者の萩原隆です。先日、初めての、レッスン動画をアップしましたけども、かなり、ご好評をいただいております。もっといろいろ聞きたいよっていう話をね、ありがたいことで、皆さんに言っていただいたんで、今日は第2弾ということで、はい、お送りいたしたいと思います。先日、歌うってどういうことなのっていう感じのね、ことをお話しさせていただきました。まあ、その続きという感じで今日も、話をさせてもらいますが、まあ、僕がよく皆さんの、指導していて気がつくのというか気になることはですね、みんなね、音が短い。特にその最後のフレーズの、お尻の部分というかね、末尾の部分の、維持していく音が、短いんですね。まあ、ちょっと前に、ちょっとふざけてグリーンスリーブスを、アップしましたけども、まあ、ちょっとあの曲のね、例えばフレーズのつなぎ目の部分、こういうお尻の部分がありますね。これってこのフレーズの終わりに次のっていう、もうアフタクトで次の入りが来てます。これをね、割と気にしないで吹いてしまう人たちは、っていう風にね、まあ、今のちょっと大げさですけども、大げさというか、ちょっと言い方を変えると、今ちょっと雰囲気良さげに吹いてますよね。雰囲気良さげに吹いているのに変なとこで切ってると、すごいちょっとしたミスが目立ちやすいですね。これがもっとなんかだと、なんか逆に似合っちゃってるというかね、ブツって切ってるのが似合っちゃってると、そこだけこう目立たないっていうことも、だからまあそっち系でちょっと一回吹いてみるとね、っていう感じですよ。こっちの方がわかるかな。そうすると、すごく最後の伸ばしが短いんですよね。で、これ、まあ、フレーズとしては次のフレーズに移行するんだけども、フレーズとフレーズっていうのは、僕は常にね、バトンタッチが必要だと思ってます。バトンタッチというか、バトンの受け渡しですね。フレーズ終わりました、ここまではもう終了しましたっていう形で、全く関係なく次が始まるんではなくて、そこまで走ってきたフレーズが次のフレーズにちゃんとバトンが渡せてんのかなっていうね、これがね、音楽の流れになるんじゃないかなと思ってます。つまりこれも、その歌ってるように聞こえるのかどうかっていうことですね。ボーカリストの方々見てても、上手な人はね、やっぱり息吸うところがちゃんと、息吸うところも含めて音楽の流れになってるっていうことがね、まあ、意識してみるとすぐ気がつくんじゃないかと思います。だから今のフレーズでいくと、アフターコードで入る直前ギリギリまで、まあ、ブレスもしなきゃいけないんで、そこも含めて、っていう感じでね、もうできるだけブレスの時間は短く、でもブレスしてる時間っていうのも、そのテンポの中に、溶け込める間がいいです。まあ、言ったら、まあ、具体的に言えば、例えば8分音符とか16分音符とか、場合によっては32分音符とか、そういう、その、流れに対して、何のこう、関係性もないような変な間で吸うんではなくて、やっぱり吸って入るまでの、間が、そのテン
歩間の中で自分で違和感のないものになってるのが一番いいと思いますね。まあ、でも違和感がないって感じられるってことはテンポしっかり取れてるっていうことなんで、まあそこまで行ってない方々にはもう一段階下のところにもハードルがあります。その要するにテンポをしっかり感じながら吹いているのかどうかっていうところですね。これもね非常に、典型的です。皆さん、まあ、よく起こしがちな間違いなんですけども、譜面のリズムだけを意識して吹いちゃう。まあ普通ならねテンポをベースに譜面を解読していくので譜面だけを吹けるってことはないんだけども、まあもともと知ってる曲だったりとか、うちのめちゃもちシリーズみたいにデモ演奏ついてるとか、そういうものだと先に耳から入りますよね。先に耳から入ると、まあメロディーとして歌えちゃう。そうするとテンポ感じてないのに吹けちゃうっていうね、危ない、これ危ない状況です。吹けてるのに危険な状態ですね。例えばちょっとじゃあ無伴奏でそのメロディ吹いてくださいねって言うと、本当にこうテンポを全く感じないで吹いているっていうのがやっぱよくわかりますね、見ていて。そもそも例えば、一拍目休みで入るようなメロディーもいっぱいありますけど、もしくは逆にこのアーフタクトで小説の最後の方から引っ掛けて入っていくようなものが、まあ、よくありますね。やっぱり見てるとね、もう白の頭の音を吹いてるかのようにそのアーフタクトの音を吹いている。この今の僕の言葉も多分そこまで意識がたどり着いてない方はどういうことを言ってるのかなって、これもちょっとね分かりにくいかもしれないです。もうちょっと掘り返して土台のところから話をすると、メロディーって例えば自分がテンポ取らないで聴いてるだけだったらただの音の上下移動、そして音と音の相対的なこの長さのバランスっていうものだけが入ってきますね。要するにテンポも感じてないし何拍子かも感じてない状態で聴いていると結構ね、分かんないままずっと聴き続けてるっていう状況になります。要するにそのメロディーの例えばターンターンって動くこの動きが一拍目に動いてるのか、まあ、4拍子だったとした場合に一拍目で動いてるのか、もしくは、4拍目でその音を引っ掛けて次の上がった音が一拍目になってるのか、だからメロディーっていうのはこの上下移動のこのこれがまあメロディーに聞こえるんだけども、それが4拍子のどこにどうハマってるかっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。はい、ここまでの話についてこれなかったあなた、あなたのためにちょっと解説をしたいと思います。例えばアーフタクトって何っていうことなんですが、例えばまあ、普通ここに小説の頭があって、普通メロディーがねこういうところから始まるのが一般的だとします。そうすると曲によってですね、こういうところ四分音符だったり、まあ、場合によって8分音符の時があるんですが、ワン、ツー、スリー、ターン、ターンっていう風な、要するに4で入って1につながるっていうような流れのもの、こういうのをアーフタクトって言います。そして大切なのはここからメロディーは始まるんだけども、ここは一拍目じゃないっていうことですね。あくまでもワン、ツー、スリー、ターン、ターンっていう風に4で入っているということが大事。
で例えば、まあ、これが、ちょっと同じドドだと分かりにくいので、例えばドレにしましょうか。ドレだった場合にワンツースリードレ、レが一拍目に来てるっていうことがね、結構大事なことなんですね。ドからレに行っているよっていうこともメロディーとしては大事な要素なのは、これはもう皆さんとっくに分かっていることなんですが、それだけで終わっちゃってる方もやっぱりいらっしゃるので、ドからレに行ってるだけではなくて、ドが4拍目に置いてあってレが1拍目に置いてあるっていうね、ここがね思ってるより重要な感じ方になってきますので、覚えておいてください。だからこれはまあ、音楽ずっとかなり好きな方だったりすると、自分が全然演奏しなくても聴いてるだけでもすごくよく理解してる方もいます。で逆にその専門的にやってない、ちょっと軽く楽器を触るぐらいの方だと、意外とこうキャリアが長くてもそういうところがぼんやりしたまま演奏を続けてきてしまっている方なんかもいらっしゃいます。だからキャリアだけでもね、一概に判断できないですね。音楽全然やってこなかった、聴くのは好きだけどって言って、やり始めた途端にね、センスよく演奏できる方なんかはその聴き方が良かったんですね。要するに自分がテンポ感を持ってCD とか自分の好きな演奏を聴いていると、それがどこで動いてるかが理解できます。だけど何も動かないで、なんとなくこうただシャワーを浴びて当たった水が下に流れてどんどん捨てられてっちゃうみたいな、そういう聴き方をしてると、シャワー当たった瞬間あったかくて気持ちいいなっていうところは感じるんだけど、それが何だったか分かんないですね。全部流れ落ちて残らない、耳にも記憶にも残らないっていう、すごくもったいない聞き方になっているケースも多いと思いますね。だから好きで聞いてるって言ってもね、様々です。すごい牛丼好きですっていう二人がいて、一人はその牛丼の調味料の成分までこう味わいながら何入ってんだろうと思ってる人と、一人はあ美味しいなーで終わって何も考えないで終わってしまうタイプと、10年牛丼を食べ続けてても多分この2人の差はものすごい大きな差になるんじゃないかなと思います。要するにその人にね、10年後にじゃあ自分の好きな牛丼作っていいって言った時に、作れる人と作れない人になりますね。なんかこれ音楽の聴き方って、ね、すごく大事だと思いますね。ここでもう一度補足です。さっきの話につながるんですけども、聴き方、いい聴き方、好きな音楽聴いてるときに、メロディー聴きながら自分がこういうカウントを感じながら聴いている人は、メロディーのここが4で始まったな、1に対して音が動いたんだなっていうことが聴いてるだけでもね、理解できるようになります。ところがこの感覚を全く感じないで聴いていると、ドがレに上がったなということしか分かりません。そうするとここの後ろ側にどんな位置関係があるのか、関係性があるのかということが全く見えないまま聞いてしまいます。これをずーっと繰り返し繰り返し10年20年と聞いていて、音楽は大好きなんだけどどんな構造になってるかっていうのがなかなか理解できないまま、音楽ファンで続けてしまうと、自分がやる立場になった時に非常に困ってしまいます。で、じゃあダメかっていうと、手遅れかっていうこともなくて、自分がやる立場になった時に初めてこの裏側との関係性っていうのはね、すごく大事なんだなっていうことが分かってくると、今度はね、音楽聴く時にそういう聴き方ができるようになってきます。そうすると、同じ曲聴くのにも、今まで聞こえてなかったこと、気づかなかったことがたくさん気づけるようになって、音楽自体も楽しく聞こえるようになるので、ここはね、何歳になっても手遅れではないので、意識の改革というのはいつも必要なことだと思っておいてください。
演奏して練習する時間っていうのはものすごく限られるので、聴いてる時間の方がね、比較的多く取れるんじゃないかと思うんですね。でそうなった時に、聴き方が違うっていうのはそういう大きな違いになってくると思って聴いてください。そうするとまずね、好きな音楽聴く時にテンポをちゃんと取りながら聴く。そしてそのテンポに対してどこで動いてるのかなっていう感覚をちゃんと自分で身につけてください。それだけでね、かなり耳が鍛えられてくると思います。で、そうなってきた時に、そうか、その次の段階、4拍子、何拍子かなって聞いたら、気にするようにしてください。例えば4拍子の曲だったら、4拍子の4拍目からこう入ってるからかっこいいんだなになるんですね。めちゃくちゃかっこいいなと思ってるリズムを1拍ずつ全部ずらしちゃったら全然かっこよくないんですよ。だからこっから入ってこうなってるからかっこいいっていうことをまず理解してください。そうしたらね、自分が吹くときにね、そうしたいなっていう気持ちが生まれます。そうしたらかっこよくなるっていうことが分かってるんで、そういう風にやりたいなっていう気持ちになってきます。だからここすごく大事な部分ですね。だからここを踏まえて、その何拍目っていう話がだんだん理解できるようになってくるということなんですね。なんかね、こういう話するとね、止まらないんですよね。だから、ちょっとまたこれも続編、やりたいと思います。今回はじゃあこの辺で、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。また。